んにちは、花クラブの宮川です。今回は和装用髪飾りのご紹介です。娘さんの成人式用にいろいろ探したけれど気に入ったのがないということでリクエストされました。できれば髪飾りを作って販売ができればさらにいいけどっていう思惑もあるようですよ。なので髪飾り作りのノウハウもゲットしたいとのことでした。リクエストは2点。1つはたらしが入った髪飾り、もう1つは紐を使った髪飾り。希望を踏まえていくつか準備しておき、相談の上飾りを決定しました。まずはもともとついているワイヤーを取り除き、新たにワイヤーをかけていきます。ワイヤーはピンと張って取れないように巻きつけます。すべてにワイヤリングができたら、次はテーピングです。飾りに巻きつけたワイヤーの根元にグルーをつけてから茶色のフローラルテープで巻きます。アレンジに使うフローラルテープは基本グリーンですが、髪飾りは日本人の場合茶色が基本になります。髪と同化させるためですね。グリーンを使うと花よりも目立っちゃいますから。フローラルテープは必ず伸ばして使います。伸ばすことによって粘着力が出るのでくっつきやすくなるんです。また伸ばすことによってテープがボコボコにならずにワイヤーが滑らかになります。使う量も減って経済的にもいいですね。大体その指4本、5本までぐらいのところでカットしていただいて、まず斜めに切らないと頭に刺さるかな。あんまり斜めに切ってね、ずっとやった時にポッて頭に刺さったら痛いから一応一直角に切っといてもらって。次はタラスオーナメントの製作です。小花と小粒パールを透明タイプの糸に通していきます。2連にするので長さに差をつけておきます。お花は同量で、短い方はお花の間隔を詰めてもらいました。可愛いのができそう。2つをワイヤーでまとめてテープで巻きます。最後に飾り紐の製作です。ループを作りワイヤーでまとめてテープで巻きます。ちょっと根元が太くなっちゃったかな。でもいい色を選択しましたね。これで完成です。1つ目がラナンキュラスメインのたらしの入った髪飾りです。いいですね。どうよ。かわいいです。かわいいです。そんな感じ。かわいいです。グリーン入ってるのいいですね。いいです、いいです。こちらはダリアメインの飾り紐付き髪飾り。これはこれでかわいいね、また。いいです。かわいいです。完成でございます。どちらも可愛く仕上がりました。静かなトーンですが、これでめちゃ喜んでいる彼女の表現です。お母さん手作りの髪飾りをつけられるなんてすごい素敵ですね。娘さん好みに仕上がったみたいですよ。
今日も見てくれてありがとう。気に入ってもらえたら高評価とチャンネル登録してね。また次回もお楽しみに。またねー。